どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、我が家がいつも作っているドライカレーの作り方を紹介していきたいと思います。それではスタート。スジチャンネル。はい、まずはじゃあ材料紹介をしていきたいと思います。玉ねぎ、そして人参、ピーマン、そして合いびき肉、ひき肉ですね。あとはカレールー、これはもうお好みのもので、中辛だったりとか甘口だったりとか、もうお好きな辛さのルーを用意してください。そしてあとはニンニク、まあチューブでもいいんですけど、ニンニクそのものでも全然 OK です。で、あとはコンソメとローリエとウスターソース、この感じで今回は作っていきたいと思います。今回はうま皮ごはん2という私の2冊目の料理本がありまして、こちらに今回作るちょっとドライカレーの作り方が載っています。ぜひチェックしてください。こちらは9年前に発売された本でございます。このうま皮ごはん2の時の作り方、材料からはちょっとなんか変わってるかもしれないんですけど、この9年前よりもちょっと簡単になってるというか、材料が減ったというか、時短な感じで作っていきたいと思います。まずは野菜を切っていきます。まずはじゃあ人参からいきます。もう全部とにかくみじん切りをします。めんどくさいですよね。なのである、方はフードプロセッサーでやった方がいいと思います。ただね、ちょっとフードプロセッサーだと大きさがまだらになっちゃうので、それが嫌な人はあれなんですけど、切った分だけボウルに入れていきます。ピーマン入れていきます。かなり普通のドライカレーとかってあんまりこう、多分ピーマンを入れないかな。なんかうちで入れようと思ったのは、子供がピーマン本当に嫌いで、でもめっちゃ細かくしてこうやって入れちゃうと食べるんです、気づかずにピーマンを。なの で結構ピーマンの苦味とか、割とねピーマンって主張しがちなんですけど、カレーはそのピーマンも存在を消します。なるべくちょっとピーマンは細かくします。で、最後玉ねぎを切ります。粗みじんで先に玉ねぎ切っちゃうとずーっと玉ねぎになるから最後にしたんだけど、最後きついな玉ねぎが。素早く切ろう。無理だよ、素早く切っても痛いもの痛いんだよ。嫌いなんだよ人参のみじん切り。みじん切りの大根とかあればいいのに。なんで人参はみじん切りとして生まれてこないの。みじん切りみじん切りの状態で生えてくればいいのに。まずはひき肉を炒めます。で、ここに少しだけニンニク、もうほんとお好みです。 1,2 センチぐらいのチューブを出してニンニクを入れて炒めます。で、色がちょっと変わってきたら野菜を入れます。何かな、
炒めます。ほんと野菜がしんなりするまでしっかり炒めてください。今回入れてないんですけど、この中にズッキーニとか入れても美味しいです。長いよね、ここ。いやね、本当にね、ここね、ちゃんと炒めるのと炒めないので全然違ってくるの。味が。炒めるのもそうだし、ちょっとこの後煮込むんですけど、煮込むのも結構煮込みたい。野菜がしんなりしてきたら、ここにお水入れます。お水、野菜、具が全部浸るかな、浸らないかなぐらい。野菜と同じ高さぐらいまでお水を入れます。ただそこにローリエ2枚、コンソメ2かけ入れます。で、煮込む。この時間に普段はほんとなんかするんですけど、この待ってなさいっていうこの時間が苦手なんです。こんなに煮詰まってる姿はまじまじ見たことございません。本当たくさん作って小分けに保存して、時間ある時は、昔は水分飛ばした状態にして、もう形のこれぐらいにラップして凍らせてカレーパンとか作ってました、昔はね。でもここまでは多分あれだね、ミートソースと一緒、ピーマンがないだけ、水じゃなくてトマト缶入れたのか。最近家ではなんかこれだけじゃなくて、ここに骨付き肉を焼いたのを入れたりとか、鶏肉を入れたりとかします。ゆっくりじっくり煮詰めておくのがいいんですけど、ちょっと今日は時間があれなのでバーッと。こんな感じでとりあえず、時間のあるときは朝から午後とか、それこそ一回火止めてもう一回火入れてとかっていう繰り返しをして煮込んだりとかもするんですけど、でもほんと時間ないときは 2、30分、それこそ食材に火が通ってれば全然食べられるので、煮込めば煮込めほど美味しいけど、時間のないときはもう全然火さえ通ってれば大丈夫です。で、今回はこんな感じでここにルーを入れます。普通のカレーよりも水分が少なかったりするので、少しずつルーを入れて調整してください。普通のシャバシャバのカレーを作るよりは少なめです。全然少なめです。薄めだけど、でも味が入れば大丈夫かな。で、最後ちょっとだけ水分を飛ばしながらとろっとする感じで、こんな感じで完成です。今回はルーは1つのケースの6個割りの4つ分入れました。で、中辛と、甘口を混ぜて作ってみました。こんな感じの、結構もうとろっちもんじゃっぽい感じぐらいにします。はい、こんな感じで我が家のドライカレーは完成です。あとはもうご飯よそってそこにかけて食べるんですけど、あとはゆで卵をゆでてカットして置いたりとか、そうですね、あとお好みでチキンだったりとかそういうのを乗せたりするのもいいと思います。そう、あとは余ったら保存して、次の日パンに乗せたりとかも美味しいし、気持ちというか保存の仕方はいろいろできるので、ぜひ作ってみてもらえたらなと思います。私本当最初に言ったピーマン
ピーマン今今回2つ入れたんですけど、これが倍に増えたとしてもピーマン嫌いの子供たちは気づかないはず。本当に細かく切ってあげれば大丈夫だと思います。それこそ人参とかも苦手な人とか細かく切ってあげれば、カレー味の力を借りてぜひ好き嫌い克服とかしてもらえたらなと思います。やってる工程とかはすごい簡単だと思うので、ぜひあのみじん切りだけがめんどくさいだけで、あとはもうパパッとできるものなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタやってますので概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。